iPhone ケースが作れるらしい。検証すんぞ。いや俺さ今日買ったんよいや1日前だったらね、うん、5円でしょ。5円しないぐらい。ちゃんと3000円の買ったのよ俺しっかりしてるやつだな。押し付けるんでしょ。いきますよ、うん、あっ、下手くそよし、いけ。あーい、うわー、下手くそ。ついのよ3回目は行けよ、行こう、はい、これすぎる。あー、逆じゃん。こっちでやんないといけないじゃん。なんかベチャベチャしてるし、なんかティッシュみたいになってる少年から行ける。はい、ということで今週も見ていただきありがとうございました。今週の一番伸びたショート、風船で簡単に iPhone ケースが作れるらしい検証です。何今のためや、何考えてたん。ちょっと OK、 いや映ってなかった、そこまで読めなかったのね、うん、いやこれね、あの TikTok にあったんだよね確か。いや、うまくできなかったやつだね。最初できなかった ね逆にやっちゃったしね。いやあれは逆にやっちゃってるけど、うん、あれはやらせですどっちが面白いかなっていうのを考えてますやらせって言うとあれだけど、あれは演出です一応。あ、そうだね、うん。なんで俺はもうあれだったけど、無我夢中でやってたけど、ね、本当に、うん、じゃあよくないじゃん、使えないじゃん。え、無我夢中でやってたけど、だからそれはリクが面白いと思ってそれをやってくれたんだったら。ああ、そういうことね。そうだ、あ、そうそう、俺は自分であこうやった方がおもろいな、あ、そうそう、そういうことは、そういう話でしょ。そうやってしまいましたやってついの克服みたいなということで、まあでもあれですよ、あの弁当、先週の弁当が爆伸び中。爆伸びってもその再生回数が伸びてるわけじゃなくて、あれでしょ、あの登録者数の伸びが。あ、そうだね、今、うん、多いんじゃないですか。今週ここ 2,3 日でめっちゃ登録してくれてる人が増えて、うん、いやこれもね、うん、意外とあのコンビニにいた時ふと思いついて、うん、ってのもなんか優しいドッキリっていうのがやっぱ流行ってる気がしてて、まあ言うてたね。そうなんかこう千里と話してて、うん、いいんじゃないみたいな、うん。でも結構あれね、材料費がやばいじゃないですか。そうだよ、高いよ。あ、お弁当って何600円だっけ。あの弁当自体600円だから。じゃあ、でね、あれ君知らないと思うけど、うん、あれ材料費、うん、3000円くらいしてるんですよ。いや知ってるよ、レシートもらってんだから計算してんだから。そう、みんなもらってびっくりした、高っっていう。だから5つ分弁当作れるんですけど。本当だよ。でも5つ弁当作ってないんですよ、ね、果たしてどこに行ったのか。あの人参とかなんだっけ、何作ったっけ、レンコンとか、うん、かき揚げも。でもちくわだから、あの半かけしか使ってないけど残りのちくわ、うん、でもあれだね、動画ではさ全部作ってたわけじゃん。チキン食ったわ。そうだ、あ、だからいろいろ、だからいっぱいは作って、それをもろもろ個人で別々に食ってんじゃない。ああ、そうかもね。そう、千里とかほじきだからさよくないよくないいやでもね、ほんとね、意外とね、幕なし弁当とかで和食って作ってみると楽しくて。いや、あなた料理うまいってめっちゃ言われてますね。まあでもあれ料理うまいとかじゃないからね。だから料理にさ、でも言いますわ。料理にうまいってさ、マジで俺がさ分かんないくて、うん、あの揚げるだけ焼くだけなんですよ言うたらね。それな、まあ言い方すごい悪いと、それができない人がいっぱいいるんじゃないの。言い方悪いことは言わない方がいいいやだから違う、だから料理、まあなんか何て言うのかね、その、うん、誰かトゲにつける刺さってるんですよ。だからできない、だからその人ってさ別に料理ができないことをめっちゃ嫌なことだって言ってないんじゃないの。言ってないでしょ、うん、だから別にそのできる人が、いやでも、うん、そのやらないわけよ、できないじゃなくてやらないわけよ。それをできない人って言っちゃうと、だから2パターンいるじゃん。2パターンだ、本当にできない子もいるじゃん、アイドルとかでさ、うん、斎藤京子とかそうよ。びっくりしちゃう、なんか斎藤京子の料理の動画見て。アイドルは嘘よあれが嘘だって、あれ嘘か。これも乃木坂のやつで見たことあるよ、うん、え、でも本当なのかな。いやだからあれが本当だったら俺はもう恐ろしい。だから本当に料理ができない人がいるんだな。でもさ、東海オンエアの芝居役もやってるって言ってるじゃん、まあ、YouTuber はね、うん、印象でしょふざけてやってんのか、うん、ガチで味の想像ができなくて、その味の掛け算っていうのがあるわけじゃん、うん、味は掛け算でさ、醤油入れたらこんな味になるとかさ、砂糖入れたらこんな味になるっていうのがやっぱり想像できない人もいるとは思うんだよ。足し算ですけど、どっちかっていうと掛け算っていうより掛け算って結構言うやん足し算でしょ。足し算
算じゃなくない？料理は掛け算じゃない？何それ？料理は掛け…いや、ちょっと待って、料理は掛け算だから。ちょちょ、ごめんね、一句って、うん、料理、数学って言ってるやん。料理は家庭科です。足し算でも数学なんて言ってない。掛け算でもありません。いやいや、料理は掛け算だってよく言ってる、料理研究は。料理は掛け算、和食は引き算、フレンチャー足し算、中華は掛け算が、お前中華だったんだよ。中華は掛け算だから。いやでも料理は掛け算、ほら。いや、吉岡はね、吉岡さん言っとるわ。まあ、だに日本食は引き算なんだね。でも言うけどね、フレンチ足し算なんだね。そう俺フレンチだったの。いや、俺中華の人間。そう。いや、まあ中華料理がうまいから、ね、一番大好き、中華料理。中華料理で一番好き。中華料理全然嬉しくない、俺。なんでよく言う話が、うん、あの僕誕生日とかで、うん、あの焼肉とかですごい嬉しいわけよ、うん、焼肉フレンチすごい嬉しいのね、うん、誕生日で中華全然嬉しくないのよ。ああ、なんか豪華感がないよねって話。いや豪華だけど、うん、中華誕生日じゃないんだよ。誕生日中華連れてかれたらちょっとだけ嫌じゃない？いやだ、超高級中華でフカヒレスープとか出てきたらやっぱ嬉しいよ。でもでも超高級ってだけで嬉しくなっちゃってんじゃんそれ。いやいやいや、フカヒレっていう特別感だよ。フカヒレだってごめんね、フカヒレね、うん、美味しくないから。あの、プルプルして嫌な、嫌なこと言ってフカヒレの、フカヒレ、フカヒレスープ、みんなフカヒレ美味しくないと思ってるよ。いや、俺美味しいと思ってるね。何がうまいの言ってみ。うまいところ、うまいところ、アンマージュ、まあ普通に考えてアンマージュじゃない。フカヒレスープって普通にさ、もう味がついてるものじゃん。だしが効いててね、うん、なんか椎茸、干し椎茸の味みたいなするやん。椎茸のごま油ではない。だから何あれの味と、うん、あそこに入ってるコラーゲンがうまいって思う。プルプルコラーゲンがうまいの、あのプルプルンって感じがうまい。春雨スープ、いい春雨スープみたいな。春雨スープだからそういうことよ。春雨スープでいいじゃん。いや、俺フカヒレである意味って、うん、ないと思ってて、まだだよ、中華料理で好きなのはあのバンバンジー、昨日の君のバンバンジーうまかったわ。バンバンジーとかでいいわけよ。バンバンジーまあうまいよね。でもバンバンジー高級中華出ないわけよ。まあ確かに。わかる？高級中華って何出る？麻婆豆腐。麻婆豆腐高級中華出ません。え、出るよん。出ません。俺陳建一のやつ、昔彼女と行った時に出てきたでしょ。陳建一行ったよ俺も。でも、あれコースじゃなくない？なんか四川飯店みたいな。え？四川飯店みたいな。あ、四川飯店俺も行ったことあるよ。みたいな感じだね。辛くないやそこ。シビ辛じゃないでも、まあまあだから四川だからね、うん、その生姜じゃねえや、なんか山椒の辛さと、そうそうそう、日本で食うそのなに俺らが家庭で作るクックドゥの味とは違うよね。クックドゥでもクックドゥめっちゃうまいけどね。やっぱりクックドゥうまい。でもだから高級中華って結局なんか食材なんですよ。まあね、おまなエビとかね、そう、あと熊の手とか、あとそうエビカニとか、いや実際あのカシューナッツ炒めてるよ。カシューナッツ炒め高級中華出ない。ちょっと普通の中華だったの。あ、ディスられてる。ちょっと嫌な気持ち。俺も行ったことないよ。でもホタテとかアワビがいる。あ、ホタテアワビだね。でも何が言いたいかってさ、よくさ街中でさ中華80品食べ放題みたいなとこあるやん。大好きだよ。ああいうところがいいのよ。ああいいよね。そう、唐揚げ食っちゃいますとか、その円卓テーブルこうとかじゃなくて、あのもう肉まんどんどんどんとか、肉まんといえば。いやー、持っていき方が。いや、肉まんといえば、はい、ね、ありますよ、肉まんが。あの、僕、今週、大阪に旅行に行ってきました。羨ましい。楽しかった。3年なんで行ったの、なんで行ったの。バンプオブチキンライブですね。なくなるかもって言ってたのに、ね、いや、そう、ボーカルの藤君がコロナになったから、やばかった。でも、ビビってるよね。やばかったよ、本当に死ぬかと思って。だって、超楽しみにしてたから、もう当たってから旅行のもうプランも考えて、で、泊まりにしようって。あ、ユニバーも行ってきたの。誰で行ったの？友達。あ、友達の、ね、全然男、めっちゃ男と言って、もうなんか、みんなに言われた。男とユニバーって何が楽しみ。女の子と行くんだけど、そう、俺も思ったよ。うるせえな。いいなの、別にライブ行って超楽しかったから、初めてのユニバー。でも初めてなんだね。いや、本当に初めて。東京の子は初めてなんだもん。俺は福島の子だからさ、修学旅行ユニバー基本定番なのよ。え、東京じゃないの？東京はね、中学校だったね。あ、高校で大阪、京都。いいね。奈良かな。え、でも大阪、え、何食べたの？大阪だ、お、たこ焼き？有名なたこ焼きの店？2店舗、3店舗ぐらい。なんて店？なんだっけな。でも、梅田の、あの高架下のところにある、もう梅田駅からすぐ近くにあるやつ行って、結構並んだんだけど、めちゃくちゃうまかった。梅田大丈夫？迷うとかさ。梅田は迷うよ。新宿でやばい。いやー、俺は思う。本当に、東京なんてへっちゃら。マジで。だって分かりやすいじゃん。新宿駅の中に、これね、ずっと俺は言ってんだけど、
東京って分かりやすくて、うん、新宿駅だったら、うん、その1個の駅の中に JR と小田急と京王線と、うんね、まあ、ちょっと行けば地下鉄もあるやん。確かに確かに。で、東映もあるやん。確かに。でも梅田ってさ、大阪駅、JR 大阪駅、うん、JR 梅田駅はないわけじゃん、うんうん、だけど阪急とかさ、うん、なんだっけ、いろいろあるわけじゃん。ある。あの地下鉄梅田駅、大阪メトロみたいな、わからないのよ、名前が全部違うから。阪急梅田とかさ、駅名が違うからわからないっていうのがあって、だから東京の方が楽じゃないっていう、この俺の理論。東京は楽じゃないです。あの、東京は出れないあの、大阪は俺はどっちも行ったことあるからわかるけど、田舎者出身で、東京はまず出れない、駅から出れない、その、出れないです、うん、大阪は出るんだけどわからないです。ああ、そういうことね。だから街の中で迷うかそうそう、駅の中で迷うかの話じゃない。ああ、なるほどね。本当に困る、うん、でも梅田はなんか新宿と本当に似たようなもんだなと。なんか俺行ったの2年くらい前だけど最後、うん、だからそう考えるとめっちゃすごくて、そのじゃあ梅田って新宿みたいなもんじゃん、うん、そこから180円15分で行けるユニバやばくない？あ、梅田から15分で行けるの？15分で行けるんだよ。それすごい、ね、いや180円で行けるんだよ。だって新宿から舞浜まで15分180円で行けるようなもんだよ。行けないでしょ？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 すごいなって思って俺あそこの何ユニバーサルシティとかさ、桜島とかさ、うん、まあでも梅田から梅田遊んでユニバ行くやついないけど。え、そうなの？いやだって梅田で遊ぶとこなくない？梅田いっぱいある飲み屋があるしさ、ちょっと行けば心斎橋だし。え、でも俺大阪のこと知り合いだけど、うん、梅田で遊ばないよみんな。どこ行くの？みんな、え、心斎橋とかじゃないの？あら、まあ心斎橋だ、あれだよね、道頓堀とかそういうことでしょ、うん、まあそっちまでね、行ったんだけどラーメン食って帰ってきた。なんだろうね、なんかみんなあんま行かないって言ってた。なんか梅田で遊ばないのだ。だってさっきからさ今もさ梅田で遊ばないのだってバカもさなんか語尾間違ってないじゃん。なんか全然何も考えてない俺さっきからさもうずっと語尾おかしい頭回ってないのよまだ。今日何時？今日もう何すか、もう4時ぐらい。4時から頭回るよお前待ってさっきの若い 今回らなかったらいつ回んだよ。あと2時間ぐらいしちゃう。そう、大阪楽しかったの。大阪、そう、一つ話させて。え、ごめんごめん、俺はもう肉まんで振ってるから。うん、いや肉まんで振ってるけどちょっと一つだけ。何させて、うん、だあとは肉まん食いながら話したい。あのね、え、お金くれて今財布出して行こうかね。いや、いるけどあよ。いや、大阪めっちゃ好きなの。大阪めっちゃ好きになっちゃって。大阪何回行ったことある？大阪3回。3回でめっちゃ好きになんだよ15回でなるよお前。いや、1個かいい、1個かなんか1個か持ってて。待って、1個か見せて。え、前、こっちで見るわ、こっち。こっち見て。似てね何と似てるの？これ、こいつと俺が似てるようじゃ何この似てるって似てた似てないよ。だって、このくちばしリーゼントみたいなもんや。どこが顔がこんなんなったら逆よ。だから逆にしたらもういこうか。こういうこと、うん、ひっくり返ったら不思議画像みたいな。どっちから見ても顔ですみたいな。なるわ。だからこれからはスイカじゃなくてイコカユーザーになろうかな。そうそうそう、ちょっと551食べようや。食べたい。ちょっと待って、歯を外す。あ、ちなみにうちにお土産は2つあります。こっち来てからの方が絶対いいよ。ちなみにうちはめっちゃ歯外してるな。ちなみにうちのお土産2つあって、もう開いてんだよね。豚まんと千人が持ってったんでしょ。そう、エビシュマロ。ほんとにあいつなん、すごいよね。うちのお土産ですって。今千人いないんだけど、なんか実家帰ってて、なんか実家持って帰っていいっていう、俺お土産実家持って帰っていいって言われるの初めて聞いたと。ね、どうしたの？11月20日、うん、消費期限過ぎてます。あかんくい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 。あ、だこれは今日までだよ。ほんまや、これで1日過ぎてる。まあ豚まんはええやん。だからエビシューマーと、これいい匂いするけど、うん、これ新幹線の中で食うみたいな問題があるやん。食うやついないやろ。いや、いるって言うよ。頭おかしいだろ。これ温めてきて。温めてくるよ。あ、初めて食べていいの？1個、もう1個、2個食いたい。じゃんけんバトルしようぜ。和がらしってあったっけ？あ、これたらしはね、付属してるんですよ。あ、ほんと？くれるんだよ、551は。え、俺551はね、見たことあるし、聞いたことあるし、食べたことあるって大阪も何回か行ってんだけど。マジで？うん。俺、今回の時は3回食った。え、食いすぎ？3回、3個食べたじゃん。3回行ったってこと？3回食、3個食った。え、でもなんかさ、大阪肉まんってイメージないんだけどね。551が肉まんってイメージなんだけど、うん、シューマイのイメージもないのよ。なんか、崎陽軒って書いてなかった？
気泡系って書いてあるわけじゃないでしょ。え、なんかシューマイだからかな、あれ気泡系行ったのかなって。横浜行ったのかな。横浜じゃないから。横浜それで言うと東京の人気泡系食わんから、あんまり。そうなんだ。なんか俺法事の時だけしか食わなかった。法事気泡系のシューマイ弁当届くの。まあそう、電子レンジ。いや、そう言うとさ、セブンの肉まんも食べてないな。あ、今年入って肉まん食ってないの。食べてない。え、何まんが一番好き。せんでピザまんって言ったけど。ピザまん。ピザまん、うん、なんかピザまんは学生の時美味しかったんだけど、うん、一周回ってもあんまん。あんまんうまいよな。そう、なんかあんこじゃないじゃん、ごままん。あ、そっち。いや、普通にコシオンのやつはない。あ、違う、俺はごまの味の、なんか、あー、期間限定みたいな。いや、違う違う、普通にあれってごまなんだよ。あの、あんこじゃないんだよ。セブンのやつごまあんなんだよ。あんまんって、嘘だって。あんこのあんじゃないから。いや、あれはつ、あれあんまんでしょ。思うじゃん。あんまんは絶対粒あん、あの、こしあんだよ。絶対こしあんだよ。セブンのやつでしょ絶対。それだって中村屋のやつだもん、あれ。ごまあんなんだよ。マジじゃん。そう。え、ほんまやん。そう、これだから俺ごま味なのよ。ごまあんまんなんですよ。俺だからごまのさ、よくさ、みたらし団子とさ、うん、ごま団子って、はい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 、あれ好きだったの。うちのお母さんがよく買ってきてくれて、うん、俺団子全然嫌いだったのに、うん、あれの上だけ食べてたのよ。いやだ、下と食うからうまいんだ。あ、できたできた。え、じゃあカレーもいいっすよね。俺が昨日カレー食いました。カレーマンの方が食いたいかも、それだったら。カレーマンって昔あったけど今ないの。え、ないの。カレーマンって見なくない。黄色いよね。黄色いやつでしょ。え、ないか。ないじゃない。セブン、俺ファミマで働いた、高校生の時にファミマでバイトしたけど、あったけど、うん、最近見ないぜ。え、カレーマンなくなっちゃった。ないんじゃない。で、ピザマンと肉マン、あんまん、ラザニアマンなかった。ラザニアマン。ラザニアマン。ラザニアマン。いや、今の君の言い方、ほう、ラザニアマンだったけど。ラザニアマン、ラザニアマンあるって。餃子マンとかさ、角煮マンとかは。それはあれじゃん、ディズニーじゃん。いや、角煮マンとかセブンでも売ってる。えぇ、ー、初音ミクマンとかあったわ。あったわ、緑のやつマンとかラズ。チーズラザニアマンあったの。うまそうじゃん。2008年の。いや、だいぶ前だね。2008年2008年って売れ行きが生まれてない人もいるかもしんないよ。あ、だってそうよ、今の出てる視聴者は14歳、14歳で生まれた年だからね。ラザニアマン、チーズラザニアマン。いや、めっちゃうまかったのに。ラザニアマン、ラザニアマンないの。いや、なんか懐かしいな。俺スイミングスクールの帰りに買ってきてもらった。そういうのあるよな。俺なんかイカゲソの天ぷらだった。イカゲソの天ぷら。え、何の、え、習い事何やってた。イカゲソの天ぷら。スイミングスクールはあの肉まんじゃん。イカゲソの天ぷらは何。あれ、イカゲソの天ぷらはスイミングスクール。いや、そうでしょ。うまいよ、超うまいよ。そんな熱くないぜ。熱いぜ、ほんまに熱い。エセ関西だから。ほんま、え、エセ関西だと思うじゃん。俺の関西弁ネイティブらしい。何言われたの。いや、そう、西の子に言われた。え、広島くんの関西弁はめちゃくちゃネイティブだよって。いただきます。うん、うん、こうやってやるんだよ、YouTuber を。こう分かってないね。確かに。こうやって、ほら、で、いただきます。確かに。で、フレンチのパン、パンと一緒、こうやって食べるんだよ。いやー、その肉まんはこうやろ。うまっ、うまい。ほんとにうまい。うまいでしょ。肉まんのこのまんがうまい。あ、そうなんだ。うん、うん、あ、うまい、ほんまにうまい。ロコイチうまいよね。肉まん、うん、すごい。現地の人って、現地の人って言うとあれだけど、大阪の人ってロコイチ食うのかな。食うんじゃない。ロコイチはあとアイス有名って言うけどね。アイス、アイス、ほんと、隣にアイス売ってなかった。うん、うまい。売ってるよ。大丸なかった、なかった。ほんとに。わぁ、からしがうまそう。これうまいわ。何回食っても飽きない。うん、はははは。おい、何何してんねん、マジ。何があったの。ねえ、汚いな。辛かったー。悲しい。ああ、入れすぎたのね。バカくちゃった。入れすぎ注意だよ。何ボワ。
あるあるでしょ。まあね、めっちゃ痛い、めっちゃ喉痛い、もう最悪こいつ。なんでそれで嫌いになんだよ。めっちゃうまいのに相性バッチシって言うとしたらブワーッと。うまっ。いや、大阪楽しい。いや、フライングダイナソー初めて乗ったんだよ。うん、いや、疲れあれ初めてだいぶよ。あれ、6年くらい前のやつよ。なんで。いや、超疲れんね、うん、なんか全身が疲れた。よくないじゃん。いや、でも楽しかったよ。なんか新しい感覚。ねえ、呪術会社乗った。呪術乗った。言わんといて、これ楽しみやね。あのね、大阪あー、ね、マリオ行けなかったんだよ。ええ、そう、マリオ行きたかったんだけど、マリオ行ったことない、さすがに、まだ。あの、ハリーポッターは行ったみたいな。ハリーポッターも、今更よ。ハリーポッターのライドめっちゃすごいんだよ。知ってる。俺、6年前に行ってるよ。バタービールってめっちゃ甘いよ、あれ。それ飲んだんないの。飲んでない。飲んでないの。キャラメル巻き合ってない。俺ね、あの、ハリーポッター全然知らないんですよ。あ、ほんと。バタービール、なんかね、でも何するにも並んだ。バタービール飲むにも並んで。まあ、そうだよね。あと、ディズニーって飯結構早く食えるじゃん。もう、まあ、確かに。レストラン行ってもパパッと食えるじゃん、うん、あと、まあ、屋台はちょっと並ぶけど、うん、ポップコーンも穴バターがあったりするわけじゃん、うん、あ、全然並んでないのみたいな、うん、ない、それが全部並んでて。誰が行ってんの。だって今さ、休み、君はさ、平日仕事な、まあ、なかったりだったりじゃん、うん、だから行けるわけじゃん、うん、誰がいるの。みんな平日仕事ない人が多いの、大阪は。いや、学生めっちゃおった。休みじゃないよな、修学旅行かなって。この時期に。あ、確かに修学旅行めっちゃいたよ。で、制服の子たちがいっぱいいて、あんた普通にラフな格好の学生もいたから、高校生みたいな、うん、なんか代休があるんじゃない。あら、さっき代休、うん、なんか月曜日は混むっていう話をよく聞いてた。なんで。その土曜日結構学校になりがちで、その代休が月曜日になるから、平日月曜日だけど混むよみたいな。なるほどね。そうだけど、俺水曜日木曜日に行ったから全然関係ないじゃんと思ったけど、ちょっと混んでね。まあでも多分日常普通のユニバの日に比べたらめっちゃ空いてたんだろうなっていう。なるほどね、うん、楽しかった、超楽しかった。あれ、シューマイをくれないかな。あ、エビシューマイ食べる。食べちゃう。まあ後ででいいかなって。え、ちょうど今だったらいいんじゃない。あ、今食べる、うん、あ、食べてくんの。めんどくさい。じゃあいいや。いいんかい。まあエビシューマイもあるよってことで、これはもう普通にあとで我々で食べましょう。大阪行きてぇな。大阪永住したい気持ちがいっぱい。いや、それさ、うん、もう君流されやすいタイプだから。流されやすくないよ。だって北海道行ったら北海道住むよ。もう点々としてんやん、全部。それとかある。大阪、関西弁めっちゃ好きなの。で、関西弁が聞きたかったの。もう街行ってすげえ幸せだったわけよ。で、どうやって聞くん。要するに女の子たちと喋ってる会話とかさ、電車とかで喋ってる。聞いてるん。いや、聞かないけど関西弁は入ってくるでしょ。いやー、中身は知らないよ。話せよ。あ、だから話したの。あの、どうしても関西弁話したくて、あの、キャッチの女の子に話しかけてくるっていう。そのさ、ハードル低いでキャッチの。なんて話しかけてくる。じゃあなんか、もう目の前をあからさまにキャッチしてそうな感じで歩いて、うん、お兄さんどうされますみたいな言われに行くっていう。で、あーごめん、ちょっともう帰んなきゃいけなくてって断るっていう。やば。でも、 もう俺はもう耳に関西弁が入ってきたから幸せなの、それで。最悪。いや、面白かったな。面白かったね。夜は何も食べたかったの。その、いや、まあ初日がさ、俺、だまあ新幹線で行って、うん、ライブだったから、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ時間があるわけで、まあ泊まってたから、まあ、結局4時ぐらいまで飲んでた。初日何食べたの。初日は、串カツ。あー、いいじゃん、これ。そういうことじゃん、聞きたいの。いや、串揚げ食べて、で、その後、なんかビール1杯180円みたいな。あー、いいね、ハッピーアワーみたいな。そうそうそう、すっごい安いような感じの、うん、居酒屋、もう少しやってなかったから夜中、うん、そう、それ行って、もう4時ぐらいまで飲んで。4時くらいまで飲むの。朝4時ぐらいまで飲んだ。キモ。ライブは、ライブ楽しかった後に。いや、そうだよ、だライブの話をずっとしてたわけ。体調悪っ。話して、で、翌日めっちゃ切符出たわ。翌日じゃないから、ファーッ入れたら、バーッとか汚い動画だわ、うん、で、あの、翌日朝、うん、9時オープン、うん、ユニバが、うん、だったから次の日、え、だって4時まで飲んで9時からユニバ行ったの。お前聞いてよ。何、9時オープンだから8時半に、うん、あの、あら、大阪駅集合で行きましょうって言って、うん、で、俺、あの、駅直結のホテルだったから。あ、それとは別々のホテルだったの。あ、なんかね、別々で取っちゃったんだよね、結局。何それ。なんか、
遅くて何それすごい楽しみでめっちゃ調べて、うん、もう予約しますわみたいな全部バーッとやって4時まで飲んでたってどこで飲んでたの？ああ外で飲んでた。そうそう梅田で飲んでた。なるほど、梅田で飲んでて、で俺はギリギリまで寝られるなと思ってたの、うん、パッて起きて時計見たら、うん、9時って書いてあって、あっかん寝坊したと、え、うん、やっばーと思って連絡して、ごめんなさい今起きましたって言ったら、うん、その30分後にごめん今起きたって来るっていう、で結局まあ遅くなっちゃってユニバーサルシティに11時ぐらいです。そのくらいがちょうどいいよ。あ、そう、それが結局旅行の醍醐味だなって思ったのよ。何泊したの？一泊二日じゃん、うん、ホテルまあまあちょっといいとこ取ってたやん。いいとこ取った。ホテル滞在時間何分？滞在時間5時間とかじゃない？しかも寝るだけでしょ。寝るだけだ。まあビジホみたいなもんだもん。バカじゃないの？いやいや、そんなもんだって、うん、アパホテルでよかったやん。いや、うん、いや全然デリヘルは呼んでろうかなと思ってたよ。呼ばなかったよ。でもさ、満喫でいいって、絶対。いや、思った結果思った。俺は結構旅行とかホテルの中で結構タラタラしてたじゃん、うん、それ旅館とかでしょ。いや旅館じゃない、ホテルの中で。まあプールやがるホテルとかサウナあるホテルとかだと、うん、ホテルの中で楽しめるじゃん、うん、それ以外だったらほんと満喫とかでいいと思ってるから。いやー、まあ思ったけど、うん、駅から近いっていうのはすごい良かった。その荷物がさ、俺あ行って速攻キャリーケースが壊れんの。壊れもうなんか取ってちょっ と取れかけてたのね、うん、俺のキャリーケース、うん、でまあ大阪着くじゃん、うん、朝俺一人で行ったのよ大阪まで、うんうん、でその一緒に行く人が、まあ、後から着くって言ってたから待ち合い室で待とうと思って、うん、荷物をさ新幹線のさあの段差とさ、うん、ホームの段差のさ、あるね、ガコンってさ、あるある、あるあれでこうやってキャリーの、うん、あの柄の部分あんじゃん、あるね、あそこでこうやって持ち上げた瞬間ズドンって、こうあれがこの絵だけこう持ってからできないじゃん。いやでももちろんあのこの絵2本のタワーは立ってるわけよ。あ、これだけだったんですよ。そう、ここが楽だったんだよ。じゃあコンセントみたいになったんだ。そう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 、だからこの2本をずっと持ってたって。マジに恥ずかしい。最悪じゃん。最悪よ。俺だって2番目に入るかも。その1番は俺のすごい高校の頃仲いいやつが修学旅行の初日に携帯のロック分かんなくなっちゃって、え、どういうこと？携帯違う。それは、うん、その俺たちの中で良くなかったのよ、うん、まあ仲いい4人で、まあ、ふざけてやってたの。いや、ふざけて違う、あのパズラの課金をさせるっていう。だからガチャを引くっていう、うん、課金はなんかみんな俺はしなかったんだけど、うん、なんかみんな1万円分買って、うん、パズラのガチャを引けるみたいな、うん、で、いつ引くかはみんなで個々人の楽しみじゃん、うん、ってやってたら、そのイガジュンってやつがいいんだけど、イガジュンあの嫌だ、俺は引かれたくない、俺の好きなのに行きたいの、俺たちで勝手に引いてるみたいなノリが流行った時に、うん、もうパスワードは知ってたのよそいつの、うん、誕生日で、うん、だから変え、そいつ変えたのよ。なるほどね、うん、そしたら分かんなくなっちゃって分かんなくなっちゃって15回ミスって携帯使えないの修学旅行で。うん、いや修学旅行から写真も撮れないの。写真も撮れない。写真も撮れないのよ。かわいそう。最悪やパズラの結局出た携帯1枚出ただけ。みたいなことあったけど、それ2番目だよ。それを聞いて2番目にしたくないよね。そこまで最悪じゃなかったから。いや、あの、めんどくさいけど、あのホテルがさ、やっぱ全部預かってくれてて、うんうん、チェックイン前もチェックイン後も預かってくれてたから、うん、ホテルの人多分バカにされてたよ。いや、それは思ったの。コンセント持ってたんだけど、ネジがバーンって取れた。いや、めっちゃ恥ずかしいと思って。確かに恥ずかしかったなと思ったけど、ほんと、いや、いい大阪旅行だ。今度俺たちでも行ってさ、なんか企画にも撮ろうよ。行きたいね、行きたい。ちょっとみんなでユニバー行きたいなって思いますわ。行きたいね。ということで、今週もありがとうございました、うん、ああ、そう、ね、僕はすげえ楽しかったけどね。俺も今週また仕事ばっかりしてた。仕事ばっかりして忙しかったね。なん、6日間働いてた。6日間働いて、昨日も土曜日、今日日曜日だけど、うん、昨日も研修行って偉いね。めんどくさかった。なんか来週の動画、なんか特に面白いやつある？いや、ちょっと自信作あるね、うん、あるか、ありますわ。そうっす。なんで、またすごい本当ね、うん、バズを生み出していきたいと思います。頑張りましょう。ということで、また来週、うん、バイバーイ。じゃんけんには勝ちました。あ少年カリギュラ、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 少年カリギュラ。